はい、お疲れ様でございます。おこじょんです。次の日をですね、続きましてプレイさせていただきたいと思います。前回はですね、まあ、第1話第2話をやらせていただいたんですけれども、いやー、なんでしょう、もう油汗みたいなのいっぱいかきましたね。今回もやるか。ちょっと皆さんもね、頑張ってお付き合いしていただければと思います。早速やっていきましょう。スタート。いやー、首をほぐしておかないとな。首を。さあ、第3話ですね。もう本当に首のね、あの筋がもうギュッてなるんですよ。びっくりするから。いきましょう。学校帰りの小学生ですね。女子小学生、つぐみちゃん。なるほどね。お母さんが失踪し、嘘。やっていこうか。初めから続きからってあるんだけど、なんで、やってないっすよ、僕。何これ続きからって。いや、初めからですよね。おお、なんびっくりした。操作方法。歩行、見上げる、見上げるがあるんだな。文字送り、はい。もうボタンを押すたんびにな、音がする。ご注意、大きな音が鳴りますので音量にご注意ください。未成年児童が危険な目に遭う演出が使われていますが、このゲームに危険思想を推奨する意図はありません。皆様のご不幸をお祈り申し上げますと書いてありますね。ちょっと待ってくださいね。看板の下に顔が見えますけど、あれもともとありました？わかりませんけれども、早速スタートしていきましょうって。ちょっと、自己主張強いよね。なんでボタン押したら出てきた？今そこにいてよ。びっくりする。なんだ、上昇、上昇。雷の音と合わせて序章って言っちゃいましたけど、エピソード1、そういう感じなの今回。何エピソード1って。あ、もう歩けるんだ。なんか分からなくなるんですよね。見入っちゃって。なんか雨降りそう。雨降りそうですね。あ、おじいちゃんかおばあちゃんか分からない人とすれ違いましたね。おじいちゃんっぽいおばあちゃんなのかな。あ、紫陽花の花がありますね。なんだ、止まった。つぐみ、おかえりって言ってますね。あ、これがお母さんなのかな。上、あー、なるほど、小学生だから目線が低いんですね。だから上を見上げるっていうコマンドがあるのかな。お母さん買い物に行ってくるから、やっぱりお母さんでしたね。まっすぐ帰るのよ。なるほど。はーい、いい子だ、元気だな。お小遣いあげたいな。お母さん気をつけてね。さあ、そうですね、はいはい、すれ違ってお母さん買い物と。買い物って言ってましたよね。晩ご飯なんだろうって言ってます。なんだろうな、ハンバーグかな。まあ、カレーも捨てがたいっすよね。早く宿題済ませちゃおうと。いい子だな本当に。なんだ、そんないい子に映ったぞ。ちょっとね、やめて。雨降ってきた。降っちゃったな、降ってきた。あ、降ってきちゃった。6月なのかな、梅雨の時期。はい、帰ろう。あ、走ってる。危ないから気をつけてね。はいはいはい、早く帰りましょう。次の日ですね。はい、今日のおやつなんだろうって言ってますね。楽しみですね。なんだろうね、クッキーかな、ドーナツかな、ショートケーキかな。奮発して、お母さんのケーキがいいな。ですよね、気が合うな。
なんだ、ああお母さん、おかえりって言ってますね。うん、また見上げるのかな。はいはい、お母さん買い物に行ってくるから、はい、まっすぐ帰るのよ。うん、まあすれ違ってますよね、いつもね。うん、なるほどなるほど。はてなって言ってますけど、どうしたどうした。お母さん買い物バッグは、あ、バッグ忘れちゃった、おっちょこちょい。ちゃんと持ってるわよ。あ、エコバッグか、なるほどね。うん、折りたためるやつだ。ほら、なになに、え、なに、持ってないじゃん、なんも。え、早く帰りなさいね。なになに、え、ちょっと怖いんだけど、もう。どういうこと、何も持ってなかったですよね、今ね。見えなかったの、僕にだけ。え、バカには見えないやつ。お母さんなんか変だったなって言ってますよ。え、何、ちょっとやだ、やなんだけど。ご飯の用意大丈夫かな、体調悪かったとかなのかな。なんか嫌なんだけど、その平和な家庭にさ、なんかこういう不幸が訪れるとかって嫌なんだけど。帰ったらおやつ食べよう。うん、食べよう食べよう。なあ、びっくりするんだよな、うん、すれ違う人なんかすごいびっくりする。いや、なんだ、なんか、え、おっさんのおいつみたいのが今聞こえませんでした。今のおっさん吐いたか、昼間から飲んでんのか。ちょっと嫌なんだけど、嫌な、ちょ、本当嫌なんだけど、こういうストーリー性とかさ、ちょっとさ、昨夜のご飯お父さんが作ってたな。え、もう やめて、ほんとそういうの。何、お母さんどうしたんだろう、いなくなっちゃったの。嘘、おっと、あ、もう心配だな、お母さん。なん、お母さんいるじゃん、いるいる、ほらいるよ、ちょっとねえ、つぐみちゃんいる、いるいるって。え、うわ、ちょっと、え、あれ、今お母さんいなかった、いたいた、いましたよ。気のせいかな、え、気のせいじゃないよ、いたよ、見たよ、僕も。追いかけよ、追いかけちゃダメなんだ。なんなんなの、お母さんおやつ用意してくれてるかな。いつも通りだといいな。いや、ほんとそうだよ、ちょっとやめよう。やめようよ、そういうの。嫌なんだけど。いや、もう変わる？おーっと、なになに？早くない？ちょっと、なんか、変わるの。1話、2話と違ってさ。あ、また進めますね。え、どうなっちゃうのこれ。いや、また雷鳴ってるな。てん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 ってますよ。はい、あ、降ってきた、ほら降ってきちゃったよ。どうした、急いで帰らないの。なん、どうした、元気ないぞ、お母さん。あ、やっぱお母さんいなくなっちゃったのかな。どこ行っちゃったの、ほら、もうなんでよ。お母さんのご飯が食べたいよ。もう。寂しいよ。あ、ほら、お母さん。お母さんの、いるよ、ほら。反対車線。反対側。あ、消えた。いや、え？ちょっと待って、え？どういうこと？あれ、お母さん？お母さんと知らない人だ。なんで？
なになに、なえ、なになんだ、え、待って、異変ちょっと、お母さん、こんなとこにいらっしゃったんですか。お子さんが心配してますよ。なに、お、なんだよ、もう。エピソード2、エピソード2、異変。って言ってんのこれ。まだ言ってるし、なんかすごい会話ちょっと話してんの、一方的に。なんだ、え、なんかなんとかちゃんって今言わなかった。あ、つぐみちゃんって言ってる。やべ、もう取り当たった。もうさあ、もうゾクゾクって。あれ、お父さんかな、お父さんと一緒に歩いてるのかな今回は。お母さんすぐに帰ってくるさ。つぐみを置いてどっか行っちゃうわけないだろう。やっぱ行方不明なんですね。お父さんお仕事あるからあまりお迎えもしてあげられないけど、うん、お母さんが帰ってくるまでの辛抱だからなって言ってますね。そうなの、いなくなっちゃったんだやっぱり。なんで、だから元気出せ。いや言われてもな。また降ってきた。ちょ、あのさあ、ねえ、降ってきたな。あの折りたたみ傘とか持たせないのねえ振られっぱなしだな。よし、今でお父さんと競争だ。いやー、そうだな、うん、そうね、元気、元気に、元気にね、よーいドンって言ってますね。お父さんだけ元気ずるいお父さん。あ、ちょっと元気出たのかな。うん、あ、走れ走れ、よしよしよし。今なんか、今いなかった一瞬ね、見逃さないよおじさん。今見えました皆さん、なんかエプロンみたいな、エプロン姿、紫色の、紫色ね、次の日って言ってますけど、はい。あ、これまた歩けるのか。ちょっとすいませんちょっとぼーっとしちゃうんですよね、ごめんなさい。お母さんのこと警察に届けてあるから。あ、捜索願いが出たんだな、ついに。うん、すぐにおまわりさんが見つけてくれるからなって言ってますね。うんうん、お父さん明日は仕事でお迎えできないけど、つぐみは一人で大丈夫だよなって言ってますけど、いやーでも今すごい心細いと思うよ。うん、なんだ、なんかいるぞ。ご苦労様ですって言ってますね。あ、警察の方かな。上、やっぱりそうだ。はい、この辺は常時巡回してますから、ご安心くださいって言ってますね。お嬢ちゃんも何か見つけたらおまわりさんに言うんだよって、うん、優しい町のおまわりさんだ。お父さんにも言いなさい。うん、そうね、大人にね、助けを求めましょうよ。はーい、あー元気のいい子だな。うん、それではよろしくお願いしますって言ってますね。よしよし、行きましょう。じゃあおまわりさんがいれば心強いなって言ってますね。うん、そうですね、パトカーで巡回してくれてるんですね。うんって言ってますね。ちょっとお母さん見つけてやってね、ほんと。頼むよ、おまわりさん。なんだなんだ、ちょっと、おまわりさん、いたずらされてるよ。ねえ、おまわりさん、ちょっと。ねえ。いたずらされてましたよ、今。お母さん、お母さんだよね、今ね、多分ね。まだ見つからないのかな。お母さんいつ帰ってくるかな。
もう1週間ぐらい経ってんじゃない？つぐみがいい子にしてたら帰ってくるかな。また振られちゃったな。つぐみちゃんちょっと学ぼう。ねえ、折りたたみ傘お父さん買ってって言おう。ちょっと明日から天気予報はちゃんと見よって言ってますね。天気予報を見なかったの？今まで振られ続けてんのに。まあ走ろう走ろうね。もうしょうがない。なんだ、警察いますね。なんで、ちょっと待って、いたずらされてんじゃん本当に。何これ。いや、つぐみちゃんちょっと、見えなかった。おお、見えなかった今。あ、違う、あ、ヒビ入ってるかと思った。違うんだ。ヒビじゃなかったんだ。パトカーが今ズタズタになってるかと思っちゃった。なんで、何今でもいましたよ、傘の人。なんか傘の人が消えた後、なんかパトカーの中に誰かいましたね。すいません、ちょっとテンパってます。またなんだ、なんでサイレン鳴ってんの。なになに、あれなんだろう。やめてね、なんか嫌な予感すんだけど。やめてよ、おまわりさんがいっぱい。やだよ、泥棒かな。おまわりさんがいっぱいいてちょっと安心。あ、そうなの？ちょっと、安心か？あ、子供はそうなのかな、いっぱいいるから大丈夫みたいな。でも、いや、いつもいてくれればいいのにって言ってますけど、なんかビニールシートが、ねえ、ブルーシートが被ってますよ。なんかあったんじゃん絶対。そのまま行っちゃうの？わからずじまい？いやいや、もう傘の人。雨も違うじゃんこれ、赤いぞ雨が。よー、赤い雨。なんだ、どうした、おまわりさん。何これ、何誘引。ね、ちょっと読めない字が出てきた。おまわりさん、ちょっとこの字読めます？ねえ、読めます？だから、うんともすんとも言わんな。いや、おうちょ、おうちょ、いや、あの、ねえ、怖い顔されてもな。あ、会員、ありがとうございます。すいません。会員でした、皆さん。ねえ。あ、誘拐の会なのかな？で、会員か。ああ、学んだな。ゲームはいつも僕を賢くしてくれるな。まあでもサイレン鳴りっぱなしなんで、ですからこの辺は常時巡回してますから。誰が言ってんだ。まあ警察ですよね。あんたこの前もそう言ってたじゃないですか。あれ、これお父さんかな。妻はいつ帰ってくるんですか。あー、やっぱ怒ってますね。まだ帰ってきてないんですね。ちゃんと探してくださいよ。まあ苛立つよね、そりゃね。だから巡回してますから、巡回してますからってしか言ってなくない。ヒッヒッヒ。お、ちょっともう何笑ってるんだ。いや、それ怒るよ。お父さん、つぐみ、まったく、お願いしますよ。まあ、嫌なとこ見られたな子供に。でも苛立ちはわかるよね。おかえりつぐみ。あ、進むしかないのか。まあ、一緒に帰りますよね。お父さん、お仕事は？お母さんのことはお父さんがちゃんとお願いしておいたから何にも心配ないぞ。うん、でもすげえサイレン鳴ってんだけど、なんで。ていうか、これビニールシートかぶってましたよね昨日。昨日
昨日か、ほら、うーじゃないよちょっと、もうどういうことなん。はい、あ、だん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 周りがおかしくなっていってるってことなんでしょうかね。今日の夕飯はチャーハンでいいかな。あ、チャーハン作れるのお父さん、いいですね。お父さん料理するのちょっと楽しくなってきたよ。あー、なんか、お母さんやっぱ帰ってこないからそうなんだろうな。雨また降ってきたね。また雨かって言ってますけど、また降られてるなこの親子。よし、つぐみ、今日もお父さんと競争だぞって言ってますね。いや、競争より傘買ってあげればねえまた言ってるな、用意ドンって。もうそんな気分じゃないよね、もうね。そうなるよ。まあそうなっちゃうよな。なんか悲しいな。あ、でもお父さんも元気づけようとしてるんですよね、つぐみちゃんを。あ、パトカーなくなってないですか。あれ、別の道なのかなこれ。またつぐみちゃんが歩いてますね。お母さん、そうね、もう寂しいよね。あ、また雨降ってきたな。何呼んでるよお母さん。お母さんの声？あー、もうね、そう泣いちゃうよそりゃ。お母さーん。あー、もう泣きながら帰ってるよ。もうなんかポチャポチャ言ってない？お、もう、いきなり、ちょっと待って、つくみちゃん、後ろ。ちょっと喜んでいいの今。喜ぶべきなのか。ちょっと待ってください。泣いてるんだけどさ、後ろにお母さんっぽいのいたよ。ぽいの分かんないけど、ぽかったよね今ね。でも喜ぶべきなのかその姿形は。あ、でも泣きながら帰ったな。いや、ちょっとお母さん、娘さん泣いてましたよ。次の日になった。うおー、今度今、ああ、最初から雨が降ってるのかな今回は。ああ、傘学んだ今日は。あ、でも初めから傘だったのかな、初めから傘だったのかなっていう日本語、何それ。初めから傘を差していたのかな今日はね。つぐみって言ってますよ。ほらお母さんじゃないねえ、つぐみちゃん、つぐみって言ってますよ。おつぐみちゃん、ほらお母さんだ。よかったー。お母さん、どこ行ってらしたんすか。早く、そう、かけて。お母さん。かけてって。お母さん。もう、お帰り、お母さん。どこ行ってたの。いや、ほんとですよ。すぐにごめんね。いや、ほんと長い買い物でしたな。ほんとに。もう、もう一人にはしないからねって。もうこんなこったらと思ったよ。お母さん、もう見上げたくない。見上げ、もう久々の見上げる。おー、ちょっと
うわ、いや、もうオーラみたいに出てるじゃん。キャーって言ってる。なんだ？え？何？何何？うわ、もうちょっとやめてよ。つぐみちゃん、誘いでいいの？誘いでいいのかな？ラストエピソード、イザナイだった。イザナイって読むらしいですよ。もうカタカナにもルビ振ってましたね。うん。まあ、火をイって読むっていうのはね、知ってたんですよ。ってお父さんになってる。つぐみ、あ、つぐみちゃんまで。いや、もうやだよ、そういうの。お父さん仕事辞めてでも探し出してやるからな。つぐみちゃんまで行方不明になっちゃったんだって言おうとしたら、もう看板があるじゃん、この人を探していますっていう。もうやめてよ。仕事なんかよりもお前たちの方がずっと大事なんだ。そりゃそうだよ。どこ行っちゃったんだ、もう。なんなになに、折れてるぞ、ちょっとねえ。折れてる電信柱。うわ、なんだこれ。あ、気づくか、さすがに。血が、何か事故でもあったのか。あー、血なんだあれ。まあ、血だよな。っていうか、何、なんか電柱多くないか。そういえばそうだ、電柱多いわ。前からこんなに多かったっけ。いや、ほんとそうだよね。なんか別の道かって僕言いましたよね。そんぐらい多くなってるよ。まあいいか、いいんだ。なんで？いいんだ。あ、まあそれどころじゃないもんね。そうだよね。あとでもう一度警察に行ってみよう。いや、警察もやばかったからな。ちょっと待ってよ。いや、なんだ、口がガバガバ動いてる。これ、つぐみちゃん？いや、違うよね。一番初めから出てた人だよね。人か？人かどうかはあれだけど。なんだ？お父さんって聞こえた気がする。あなたって、ほら聞こえるって。ほら、お父さんあなたって言ってる。幻聴か。いや、僕もはっきり聞こえますよ。いや、聞こえる。交互に言ってる、交互に。ソプラノで言ってますよねえ。ちょっとずっと聞いてるとなんか笑うことじゃないんだけど、なんだ、ずっと聞いてるとなんかちょっと面白いな。いや、え、お父さんも何も感じなくなっちゃってるぞ。なんか画面も揺れてる。2人いる。うわー、いざなわれてるじゃん。ほら、もう周りが聞こえるって言ってます。周りがもうめちゃめちゃなのに、それすらももう気にならなくなってる。ピチャピチャ言ってるし、確かに聞こえる。ちょっとすれ違ってるよ。どこからだ。いやいや、隣、道路見て。この人を探していますっていうポスターもちょっとおかしくなってるじゃん。いや、ほら、つぐみちゃん、今つぐみちゃんいたよ。
つぐみちゃんだったもの。なんだ、おい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 、もうなんだ、あ、動けるんだ。うわー、そうなの。なんだよこれ、嘘。お父さん気づいてるのかな。あ、消えた。このなんでしたっけ、この、そうそう、これこれ、この看板、まさかこの看板から。そうだよね、うん、この看板、2人が消えた後に出てきたんですよね。なんだ、いや、そんなわけないか。いや、あの、お父さん、お父さん、右右、きっとまた現状だ。お父さん、右右向け、右、いや、おごって言ってますね。まあ、言うか、いきなり閉められたら。ごあがが、あーって言ってますね。ちょっとお父さん苦しそう。あー、あれ、あれ、消えて電柱増えた、どういうこと。いやー、グになったぞ。なになにこれ、どこだここは。ああ、お父さん目線ね。はい、なんだ、動けないぞ、動けないの。くそ、どうなってるんだって言ってますね。ああ、お二人だ。え、化け物、いやいや、化け物って言っちゃってる。まあ、でも、そう、え、よく見るとみたいな感じなのかな。よく見ると、ああ、同じだ。あれはつぐみたちじゃないかって言ってますね。同じこと言った、お父さんと。そんなところにいたのか。なんだ、向こうから、いや、こっち来てるぞ、誰か歩いてくるぞ。いや、ちょっと待って、おー、助けてくれって。いや、助けを求めちゃまずい相手だろ、よく見ろ。ちょっと待って、え、お、おやおで、電柱を食った、何故。え、いや、食ってる食ってる、本当にコンクリートだよね。え、嘘だろ、いや、そうなるよね。食ってる食ってるぞ、本当に。つぐみ、なになに、逃げなさい、つぐみ。あ、つぐみちゃん逃げて、ちょっと。え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、つぐ。いや、もう、つぐみ、いや、なになになに、つぐみ、うわー、まあ、そうなるよね。来るな、いや、こっち来ないで、来るな来るな、いや、来るな、いや、来るな、おい、こっち来るなそういう意味だな。うーって言ってますけど、いやー、うわー、何これ、償い、償いになった。お、もうちょっと油断してたら痛た、首で痛でキュッてなった。なんだなんだ、どうした。あ、これ3人ってことなのかな。いえー、
こういう終わり？何だったんだ？いやでもなんかこう、僕のちょっと頭じゃよくわからなかったんですけど、そういろんな考察を後にするっていう話なんでしょうね、多分ね。これはこういう考え方ができるなみたいな、後々にこうね、頭の良さい良さいってね頭のねいい人たちがいろいろ考察するようにできてるんだろうな、多分エピソードが。いやー怖かった。